本日は国際画像機器展にご来場いただきまして誠にありがとうございます。これより国際画像セミナー特別招待講演、行動解析技術の最前線と題しまして、 NEC バイオメトリックス研究所研究マネージャー西村昌司様にご講演いただきます。西村様、どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、NEC の西村と申します。今日はこういった題で、最新の研究を中心に紹介させていただければなと思っております。でまず私は何者かということなんですけど、私は NEC に入ってずっと20年ぐらいやってるんですけど、当初はスーパーコンピュータークラウドコンピューティングというふうに、いわゆるハイパフォーマンスコンピューティングという分野やってたんですけども、5年ぐらい前ぐらいからですね、防犯カメラの映像とかそういったものが大量に貯められるような、そういった時ぐらいから、映像検索の技術というところに、研究開発を従事してきております。で最近はですね、行動解析を中心とした画像認識技術および、それを応用した映像検索システムの研究開発のチームを、リードしておりますと。で、ですね、今日はですね、行動解析技術というところで、ちょっとお話をさせていただければなと思ってますと。で、行動解析技術って何ですかというところになるんですけども、これは映像中に映った人物を、行動の違いで区別する技術ではないかと、我々は考えております。で、じゃ具体的にこれをして何をするのかというと、例えば一つは、大きく二つ用途はあると思ってまして、一つ目は気になる行動をしている人を見つけるということです。例えばパブリックセーフティの分野におきますと、例えば街中で危険な行為をしている人、あとは注意を要するような行為をしている人、そういったものを見つけたい。で、例えばあとは、これは放送メディアの分野になると思うんですけど、スポーツ、バラエティなどのシーンで、例えばある特定のプレーをとかリアクションを見たいと、そういったものを大量の映像の中から、効果的に見つけたいと、こういったものが一つの用途です。もう一つの用途としては、ある人がやっている行動そのものを、いいのか悪いのかっていうものを数値として評価していくというものだと思います。で、テクニカルに言うと、暗黙的に例えば望ましいと思われる行動があって、その違いを差を測るということで、例えば工場とかでその作業の工程の、が正しく行われているかどうか、あとはもっとこういう点がインプルーメントできる、改善できるんじゃないかと、そういったものを評価する、こういったところの応用があるんやと思います。で、今回は全然、話というかあるんですけども、人に関する技術としては、人が誰かを区別するというもので、これは弊社の顔認証とかでも皆さんにご知られていると思うんですけど、そういったものが顔認証の認証技術のカバーする範囲になります。で、行動解析といっても、カバーする範囲は広いんですけども、今日は特にですね、一つ目の、気になる行動、行動のどういう行動をしているかという観点で、それを区別していく技術を中心に、技術をちょっと紹介できればなと思っております。はい、で、まず、行動解析技術っていうのは、大きく分類できると思っておりまして、我々は一人一人の個人の行動を解析する技術っていうのと、人は単独じゃなくて、人がたくさん集まった集団、群衆、ここで我々は群衆という言葉を呼んでますけども、群衆しての行動を解析するというのに大きく2つ分かれると思っております。で、個人の行動を解析するっていうところでは、個々の動作に着目するっていうところと、その人が例えばいろんな場所を歩いてしまう、例えばここのパシフィコ横浜でこの会場に行って違う別の会場に行って戻る、そういった動きっていうのも、一つの行動として考えています。で、今回、ご紹介するのでこういった軸に沿って、関連技術を、今どういうことがやられているのかというところを中心に紹介できればなと思っております。で、じゃあまず最初に行動の解析技術、個人の行動の解析技術についてちょっと紹介していきたいと思ってますと。で、じゃあ個人の行動解析技術って何ですかというところなんですけども、我々は映像に映った人の
骨格とか動線の形状パターンを把握してそれを解釈することっていうのが、行動解析技術ですと。で骨格っていうのはこう、まあ、あと後ほど出てきます人の取ってるポーズですねがどういう形になってどう動いているのか、あとは人が、いろんなところ動き回っているんだったら例えば、その動き回りのパターンっていうのは何であってそれにどういう意味をつけられるかというところになります。でさらにこの技術を、まあ、細かく、分けていくと、まあ、大きく2つに分けられると思ってまして、まず1つ目は、映像には一般的に1人の人だけ映っているケースだけじゃなくてたくさんの人が映っているということもありますので、その映像の中から人を切り出して人ごとにまず時系列で捉えるという技術がまず必要になります。でこれはあの映像っていうのが、1枚1枚だいたい1秒間に30枚とか、1枚1枚別々の絵として捉えているので、それをまあフレームと呼ぶんですけども、フレームの同士でこの人とこの人は同じ人ですよと、まあ、つなげていくというのが、1つ目の技術です。でそうするとフレーム間にわたって人の、まあ、時系列のデータが取れるんですけども、それの例えば、この骨格の動きに着目して何であるかなのか、もしくはそこで人がどう動いているかというところに着目して、まあ分析するというところになります。大体こういう二段構えの形になりますと。で、要はで着目としては、まあ、動作に着目するのか、結局その画面上でどう動いたのかと、場所としてどう移動したのかって着目するのか、まあ、こういったところに分かれるというところになります。じゃあ、これらに沿ってまず最初に、まあ、個人の行動解析の技術をまず最初に中心にちょっと紹介していきたいと思っています。で、まあ、ここでは動作の、検出と呼んでますけども、ここ数年、トレンドになっているのは、まあ、骨格情報を活用していくというものが、なりますと。で骨格情報っていうのは、ちょっと先に一回待った方がいいと思うんですけども、平たく言うと、まあ、この図にあります通り、人物のをある意味棒人間の形として、情報抽出するこういった技術ですと。でやってることはこれって間接点を取ってまして、人ごとにその間接点をつなぐとある意味棒人間ができるということですと。でこの棒人間の化してこの情報をうまく活用するっていうのがここ最近出てくるトレンドになってくる、方法になりますと。で、これ自身はですね、今画像認識で、深層学習、まあ、ディープラーニングって言われるものっていうのは映像を入れて直接その映っている人の行動が何であるか投げているかどうかというものをやってた方法ですと。でそうじゃなくて最近のものっていうのは一旦骨格情報を抽出してその骨格の変化とかをある意味解釈して何をしているかと、まあ、そういったステップを踏むということになっていますと。で骨格情報そのものをこう使うというものは、実は古くからあるアイデアなんですけども、2017年だったと思うんですけども、カーネギーメロン大学がまあオープンポーズというものを発表しまして、こういう骨格情報を取るというのが結構実用性が上がってきたということで、まあ、注目されている、まあ、いい技術になります。でじゃあわざわざ骨格を経由する理由って何ですかっていうのが、問いになると思うんですけども、実際運用とかやってくるとその動作っていうものを学習データですね、例をたくさん集めてくるっていうのは結構実用上基本大変ですし、学習させるっていうことも結構困難になってますと。でやっぱり動作とかいうのは同じ投げるっていう動作一つとってもオーバースローで投げるもあればアンダースローで投げるっていうふうにやっぱりいろんなバリエーションもあるし、人によって捉えているものの差がいろいろあると、そういうことになるとある程度そのフレキシビリティみたいなものをまあ入れる、まあ、余地を作るっていうのが一つ効果としてあります。あともう一つは画像全体であると、学習するためにはすごい膨大な数の学習データが必要になってくると、まあ、数千枚とか、そういったオーダーでやっぱり精度を上げてくるとなると大変になってくると。でこれをできるだけ効率上げようとするときにはやっぱ本質だけを抜き出して、学習した方が効率がいいだろうというところもあって、ある意味人の動きを
の本質を取り出す技術として、骨格情報を活用するというところになっています。で、その骨格情報を解釈するというところにも、いろいろフレキシビリティというのがありまして、ルールを使う、それは要は人がプログラムで書く、これは後でちょっと例を出しますけども、あと、書くものもあれば、検索する、もしくはその骨格の形を入力データとして学習させると、そういった方法が大体取られていると。で、じゃあ具体的にどういう技術なのかというところを、技術をちょっと紹介していきますと。で、先ほどちょっとお見せしましたけども、骨格抽出っていうのは、人から骨格情報を取るということですと。で、これ見ていただきますと、人の動きでやっぱ着目したいのは、個々の服の色とか、あとは体型の違いとか、そういうんじゃなくて、その関節だったり動き、そこを本質を取るために、こういった情報を取るという技術になります。で、骨格抽出技術って結局何をやってるかといいますと、やってることは基本、関節点の座標を画像から取り出して、人ごとにまとめる技術となります。これ元画像にあるんですけど、最初に、関節点として肩、両肩、右肩、左肩とか両肘とか、あと腰とかですね、あの人が可動域となっているんだ点というのが大事な点であろうというところで、そういった関節点という場所を、取るように、こういった機械が、ディープラーニング技術を使って学習させますと。で、そうすると元画像から関節点の座標の情報あるところっていうのが取ることができまして、あとは出てきたものを人ごとにつなぐということになります。で、これはなぜかというと、1枚の映像に、1枚の絵の中に人が1人しかいなければその関節点をそのままつなげばいいんですけども、大抵複数人が映ったりとかしますので、その関節点自身を取り違えないようにする必要があります。これどういうことかといいますと、関節点の場所は出るんですけど、誰のっていう情報がないので、それを付与しなきゃいけないということで、こういったステップを大体取りますと。で、ここに、いろいろ各社、今、我々だけじゃなくて、こういった骨格抽出の技術を出してるんですけども、その関節点の取り方とか、つなぎ方に、工夫をしているというところですと。で、我々 NEC としましては、事業領域として、パブリックセーフティーの応用と。いうところを狙っているというところもありまして、防犯カメラ映像って大体広い場所をカバーするときに広角で撮ると、そうすると相対的に人が小さく映りやすいので、その小さく映ったような人の関節点を頑張って撮れるようにする。で、あとは結局防犯カメラとかそういったつけるところっていうのは、人が一人いるところというよりかは大勢の人が行き交うところになりますので、こういった混雑、重なりがあるようなところでも、頑張って取れるような技術っていうところにフォーカスしてやっていますと。で、これ一つの例なんですけども、左が我々のもので、よく使われたオープンポーズとかだと、人の間の関節点の取り違いが起きやすいとか、そういった問題があります。で、もちろんオープンポーズ内に得意なシーンっていうのがありまして、各社さんとか各オープンソースがどういったドメインで、関節点を取ろうとしているかということによって、その強いところというのが決まってくると感じだと思っています、はい。ここまでが大体、骨格抽出の話です。で、この骨格抽出された結果を使って、その形をもとに、行動を検出するというものです。今ちょっとここでお見せしているのは、その出てきた骨格の形をある意味プログラムとルールとして書いて、実現する例と挙げています。これは非常に簡単なルールで書けるものばかりなんですけども、座っているとか寝込んでいるとか手を挙げているといったものです。これ色がちょっとそれぞれに合わせてやっています。で、座っている、寝込んでいる、手挙げていると、これどういうルールで実現するかっていうのが、これは各社さん、作る人の工夫がするところになります。で、我々はこの方法としては、人がどれぐらい関節を折りたたまれているかという観点でルールをうまく書く方法をとっています。例えば、まっすぐ立てるときには、
ほとんど折りたたまれてませんけども、しゃがむと関節が曲がるので、折りたたまれる状態というのが出ると。で、その度合いを見ていくと座り込んでるというのが分かりますし、逆に伸ばしているという方向を取ると手を上げているというふうに取れますと。で、それが下にぴっちゃんこになると、まあ、寝込んでいるという形で、検出するということになります。まあ、これ寝転がりのシーンですね。まあ、手を上げている、まあ、これもこの辺が伸ばして手のどれぐらい伸びているかどうかっていうところでルールを書くとなります。で、このルールをいかに、うまく書くかっていうのが、私たちは次の大きな課題の一つじゃないかなと思ってます。骨格ができるとなんかコードがそれ見ただけで人はなんかできているような感じがするんですけども、まあ、実用上やっぱり一番難しいのは出てきた結果をどう活用するかというところです。とで、まあ、ルール一個一個書いていくのは結構大変ということで、我々はちょっと違うアプローチっていうのを考えてもいますと。で、この一つの例、一つの方法っていうのが、探したい骨格の形の例を、まあ、画像とか動画で与えて、その形と似ているものを探せば、まあ、目的の形が探せるんじゃないですかというアプローチになります。で、ざっくりと言うと、骨格の形が似てたらそれは同じ行動って見なしてもいいんじゃないですかという考えです。まあ、これはある意味暴論なのかもしれないんですけども、まあ、多くの場合では結構リーズナブルな考え方ではないかとは思っていますと。で、ここの、図で、お見せしているのは、向かって左側に赤枠を囲っている、赤枠で囲っているところ、これが機械に例としてシステム例として与えた画像になりますと。で、向かって右側にある青枠で囲ったのは赤枠で囲った、画像中の骨格の形と似ているものをシステムの中にある映像の中から探してきた結果になりますと。で、これ見ていただくと一番上は、座っている格好ですね。で、座っている格好でその形に似ているものを、まあ、探してくるということになります。で、真ん中は、右手をこう伸ばしているこの形ですね。で、路上でやっても何の意味か分からないかもしれないですけど、この形を例えば、こういうコンビニみたいな店舗のところに持ってくると、棚に向かって手を伸ばしているというような動作が、まあ、検知できるとなります。で、一番下は寝転がっているというところです。で、先ほどルール書くのはすごく難しいと思いましたけども、こういった1枚の例を与えてそれに近しいものを探すのも、まあ、一つのルールを簡単に書くための、まあ、一つの方法じゃないかなと思ってやってます。で、この何をもって、同じと見なすかっていうところもやっぱこれ工夫のポイントになります。これ見ていただくと実はですね、人の座っている向きが違ってもうまく取れているとです。これ単純に一番左の骨格の形だけを見ると向こうを向いた人しか形としては合わないはずですと。でもそうじゃなくて360度どっち向いたとしても似ているものは似ていると。で、こういったふうに、何をもって似ていると見なすかっていうところに、ここが工夫のポイントだということになります。で、こういったふうに、まあ、例に対して、まあ、人がリーズナブルと思う似ているものをどう定義していくか、まあ、こういったところが各社競争のポイントにもなってくるというふうに思っております。はい、あ、そうですね。あとはもちろん、ちょっと補足にはしかならないんですけども、これ見ると座ってるのは取れてるように思ってますけど、機械は座ってるのを探してるんじゃなくて形で見てるので座ってるってことは分かってるわけではないです。これは人が外側でこの形は座ってるよというのは別途教えてあげる必要がありますけども、まあ、とりあえず形が似てるものを当たれば良いということになります。まあ、こういったのが、まあ、我々の一つの最新の技術の方法になります。で、こういうふうに骨格情報をどう活用していくかっていうのは、まあ、動作を取るというところでも、いろいろ工夫の余地っていうのはあると思ってます。まあ、これは実務上やっていく上でも
大事になってくる点ではないかなと思っております。で、次のスライドをちょっと何枚かはですね、今回ちょっとこの冊子には入ってないので追加したものなんですけども、骨格情報はまあ動作を捉えるだけに使えるだけで、まあ、他にもいろいろ使う用途があるというのも分かってきていることになります。で、この代表的な例を2つちょっと紹介できればなと思ってます。で、1つ目は追跡ですと。これ映像を見ていただくと画面中にいろんな人が映っていて、まあ、骨格の情報が出てますけども、その頭の上に番号がついているのが見えております。これは人の ID を振っているものです。同じ ID だと同じ人が追跡できているということになります。で、これ聞く何をやってるかっていうと、骨格の形を前後のフレームで比較したときに、まあ、人ってそんなに早く動くことはできないだろうということを考えると、骨格の形は大体似ていると、そういったものを利用すると前後のフレームについて骨格をつなぎ合わせることができるということになります。で、やっぱ追跡っていうのはこれまでやっぱりこの人の領域を見てその領域が追いかけたりとかしたんですけども、やっぱ重なりがあると結構難しいという問題が知られていました。で、骨格を使うと骨格点それぞれに右肩であるとか左肩であるっていう名前がついているので、特にすれ違いがあるときでもうまく対応付けはしやすいです。例えば、向かってこっちに上げてくるときには、皆さんから見ると右はこっち側、右肩はこっち側、左肩はこっち側になると思います。逆に反対を向きますと、これが右と左が反対すると、そうすると対応すれ違ったときに正しくどっちがどっちの人かというのが判定しやすくなるという効果もあります。まあ、これは骨格を使った一つの応用の例の一つになります。で、もう一つ目は、皆さん懸案されている、まあ、コロナ対策で、まあ、ソーシャルディスタンシングを保つということで、画像から、人がどれぐらい離れているかどうかというのを、見る技術ですと。で、まあ、従来二次元の画像をにこういう距離を測ろうとすると、事前にカメラの立っている高さとか見下ろしている角度といったものを事前に情報を得てキャリブレーションをする必要というのがあります。で、これは結構現地に行かないと大変なんですけども、まあ今回我々はこの骨格情報をうまく活用して、まあ、人そこに映っている人の情報をうまく使って、そのカメラのついている高さとかその見下ろしている角度っていうのを計算できる、まあ、そういった技術を作っています。こういったものを応用すると、今回の、ソーシャルディスタンシングが保っているかどうか判定するような、まあ、こういった応用にも、まあ、骨格情報というのは、使えるということになります。で、これ以外にもおそらく骨格情報をどう活用すると新しいことができるんじゃないか、今までできたことも骨格情報を使うことによってより簡単にできるんじゃないか、まあ、こういった応用は考えられるというふうに思っています。じゃあ続きまして、個人の行動解析のうち、人の移動ですね、出現とか移動に着目した行動解析についてちょっとご紹介できればなと思います。ちょっとすいません、失礼します。はい、まあ、ここでは代表的な分析方法として2つちょっと紹介できればなと思っているんですけども、まあ、出現パターンの分析、動線分析というものになります。で、出現パターン分析っていうのはどういうものかといいますと、ある人がいつどこで現れたかのパターンの違いに着目して行動を区別するというものです。で、例えば、お店に来る来店のパターン、例えば週末だけ来ますとか毎日来ます、まあ、こういうのは出現のパターンの違いに着目してその人の行動を解析しようとするものです。で、ここに簡単な例を挙げてますけど、まあ、横軸が時間軸で、縦軸がそこに来た頻度みたいなものをやると、どのタイミングでどれぐらい何回そこに来たのかどうかっていうのが分かるという、まあ、こういった分析。で、もう一個の動線分析っていうのは、まあ、ある人が、まあ、画面上で
カメラが映っている場所の中でいろいろ動くと思うんですけど、その移動軌跡の違いに着目して、行動を区別するということです。例えば、この人がその場所にぐるぐる回って徘徊しているだとか、長い時間ずっとそこに立ち続けているということですと、そこの画面に人はいるっていうのはそうなんですけど、そこでどんなことをしているか、動きをしているかっていうところに着目して、それを振り分けていく技術、分析する技術になります。で、じゃあ出現パターン分析のちょっと簡単な例をちょっと紹介できればなと思ってますと。で、これサンプル映像で我々作ったものなんですけども、実はこの映像、3×3 の9枚の映像があるんですけども、実はこの中で一人こう役者さんにですね、いろんなところに映り込んでくる動きをしてくれる人いますと、その人は誰でしょうかということです。ちょっと編集をしているので、あ、この人じゃないかなと気づくかもしれないんですけども、そういったものを人を誰がそこにいるかは分からない、だけどそうした人を見つけたいというタスクになりますと。分かりましたでしょうか。で、これをこの場所に一体に現れた、人の出現頻度という観点で、データを整理して、それを並べ替えすると、現れた頻度の順番で、並べることができるということになりますと。で、これが今向かって左側の、の画面というのが、現れた頻度のランキングで、なってますと。で、先ほどの映像でもうお気づきだったかもしれないですけども、この服を着ている人ですね、紺の服を着ている人ですね、というのが、実はいろんなところでこう現れているということですと。で、こういったふうに、人の観点でデータを整理して、頻度に着目するという、分析技術になりますと。で、こういった分析手法というのを、我々は、製品、もうこれは製品には出ているんですけども、ある意味そのデータマイニングをする技術の一種じゃないかというふうに捉えてまして、画像を対象したデータマイニング技術ということで、ネオフェイスイメージデータマイニングという技術としてました。技術名としては二次空間データ横断プロファイリングという名前を付けてますと。で、この心は何かと言いますと、さまざまな場所に設置されたカメラ、これはある意味空間を表していると思います。それがいつ映ったかというのを、人物、顔ごとに集計分析するという技術になります。で、これ簡単なポンチンなんですけど、左側の、5月4日にこの場所で、こういう人たちが映ってました、いつかこういう人が映ってました、6日にこういう人が映ってました。で、これを人ごとに集計すると、右の方の表になると思いますけども、そうすると人がいつどこでどれぐらい現れたかというふうに、整理できるので、そうするとここのパターンからこういうの人はこういうことをしている人じゃないかとか、そういった分析ができるという技術です。で、これも、心にあるのは画像解析をするだけじゃなくて、講談のある意味データベース的な分析と組み合わせると、こういう新しいアプリケーションは広がってくる、一つの例になるんじゃないかなと思っています。で、次はですね、動線の分析の技術なんですけども、これは、人の追跡した結果、動線っていうのが得られるんですけど、その動線の形にが持っている特徴に着目して行動の種別を分類する技術になりますと。で、ここ今3つの、1つ典型的な、動線の例がありますと。で、この黄色から赤っていうのがこれ一つの画面だと思っていたんですけど、人がここの中で何か動いていて、どれだけそこの場所に映ってたかどうかの度合いが、黄色から赤に変わっていく。で、こういった時にどういったコードを表してるんだろうかというものになります。で、実はですね、それぞれは、通り抜けている、真ん中で立ち止まっている、で、一番下はちょっと不自然な動きかもしれないんですけど、ここでうろついているというところになります。で、実際検出したいときには、この中人はどんなふうに動くかどうかわからないんですけども、その動きの特徴をうまく捉えられないかなという技術になります。で、我々と着目したのは、単位時間あたりにその画面内で人がどれぐらい激しく動
動いたかという観点の時系列変化を見ていくと、これらの行動というのは、違う形表現でされますと。でこれ面白いところは、通り抜けているパターンは手前から向こう行こうが、右から左に行こうが大体似たようなグラフになりますと。で立ち止まるっていうのもそうでして、どの場所で歩いてきて止まったりも大体このような似たような形になります。うろつきのケースもこういったケース、激しさがずっと長い状態が続くようなこういった傾向が出ると。でこういったものを見ると、画面上どういう動きをしているかわからないんだけども、まあ、うろついてるんだろうかとか通り抜けてるんだろうか立ち止まってるんだろうか、まあ、そういった、区別ができると。でこうすると、何がいいかといいますと、まあ、監視とかする人が、まあ、画面にずっと張り付いてなくてもその画面中でどういうものができて起きているかというのが捉えるということになります。で、まあ、実務上はやっぱり通り抜けるのを検出できるというのは結構大事なことでして、普通の人だと思えるものを徐々に除外していって、その結果残ったものっていうのだけ着目すればいいという観点でも、これ当たり前の行動をしっかり取れるようにしていくっていうのもこれが大事なポイントになります、はい、そこまでよろしいでしょうか。でじゃあ最後に、群衆の、行動解析についてちょっと紹介できればなと思っております。でですね、まあ、群衆っていうのは先ほど冒頭でもちょっとお話しさせていただきましたけども、これまでの話と違ってちょっと経路はだいぶ違いまして、一人一人の動きに、着目するというよりかは、人の塊としてどんな状態にあるか、そういうところから、まあ、行動の状態を、まあ、知ろうというところになります。で、まあ、群衆行動解析によって何を取りたいかなと言いますと、例えば、異常に混雑している状態ですね、まあ、こういったものがあると例えば将棋倒しとかそういったものが起きる可能性が高まるということがあるので、まあ、そういったものを早く知りたい。であとはパニック行動、例えば、何かそこで、騒ぎがあって人が、まあ、蜘蛛の子を散らすように走って逃げていく、まあ、こういったものも、何が起こったかわからないけども普通の動きとは違うので人の動きになるので、それをやると、まあ、一人の人が走ってもよくあることかもしれないですけども、そこに人がみんなが四方八方走るとちょっとおかしいでしょうという。であとはですね、まあ、ここから先の応用とかになるんですけども、まあ、何かを取り囲んでいるですね。でそこに例えば中心に、倒れている人がいたりだとか、まあ、喧嘩している人がいるかもしれないですけども、まあ、人が取り囲むと、まあ、その中で何が起こっているかっていうのは基本取りにくいかもしれませんと、まあ、見えない、カメラからも見えない、死角になる可能性あるかもしれないです。でも取り囲んでいるっていう人の周りの情報を見るとそこに何かが起きているんじゃないかというところが分かるんではないかと。であとは、普通の流れているのに要は枝分かれしてまた戻るようにするとそこもいつもと流れとは既存流れとは違うのでここの中に何か物が置かれたりとかしているんじゃないかと、まあ、そういった、推定ができるということです。だからこれは直接人の行動を知るというところにもできますし、周りの状況から何が起きているか分からないけど周りの状況から普通ではないっていうのを、まあ、検知できるんじゃないかっていうところを狙った技術になります。で、この技術を支えているのは基本的にはそこにいる人の人数密度を、まあ、正しく計測する技術であったり、そこにいる人たちがどういう方向に向かっているかっていうのを、推定する技術、まあ、こういったものの掛け算をデータを基本的に取ってやるものになります。で先ほど の骨格の話で言いますと人の動きの本質を骨格で捉えるっていうのが間接点を取るというところですけど、群衆のコアになるのはこの人の人数密度と向きっていうところがベースになって、その上にアプリケーションが組まれるという形になります。
で、これがまず最初にちょっとご紹介しているのは、人数推定する技術になりますと。で、映像中に映った人数を、捉える技術になります。で、これ一見すると簡単そうに見えるんですけども、こういう人がたくさんいるとなるとやっぱ重なりがものすごく多くて、検知するのが個々の人を数えるというのは結構難しいですと。で、あとはこれ画面のすごく上の方ですね、人が小さくなってくると。先ほど冒頭でも話しましたけども、防犯カメラ映像ってやっぱ広い範囲をカバーするので、やっぱり上の方ってやっぱ人がすごく小さく映りやすいと。こういったところでも人が誰ぐらい何人いるかっていうのを推定できるようにするっていうところが、難しいところになります。で、ここも我々は人がいっぱいどんなふうに重なるかっていうシミュレーションを、たくさんすることによって、こういった検出技術を確立したということになります。で、推定誤差はもう1割もないですと、ほぼ同数というところまでできておりますと。で、こちらの、技術っていうのは、人の、動いている方向を、推定する技術ですと。で、人が例えばこれ真ん中に線が、黄色い線が引かれているんですけども、ここを横切る人が、手前から向こうに行っているのか、あとはもしくは、奥から手前に来ているのか。で、これは先ほどの人数がそこに何人いるかって分かるだけではなくて、その動いている方向も、検知するというところになります。で、こういったものを、基礎情報として、その後ろに、いろんな応用を、組み立てていっているという形になります。で、これが一つ典型的な例で、異常失踪というんですけども、ちょっと画面を見ていただきますと、突然人がダーッと走り出したのが分かるかと思います。これ実はですね、真ん中の黒い服と赤いパンツ履いた人ですね、この人が要はナイフを振り回している人という想定なんですけども、そういう人が来ると周りがそれを危険を感じて、逃げ去るという状況です。で、これっていうのも、定常的に人の、密度の状態、あと流れている向きの状態っていうのを、捉えておいて、で、それがある時点から急に変化したというものを捉えることで、そこで何か異常なことが起きたということを検知するということになります。で、最後は取り囲みですね。ここで真ん中でなんか人が倒れて、この映像を見ていただくと分かる通り、人が倒れている人そのものは、捉えること、カメラが死角になっていて捉えることはできないです。でも周りの、野じ馬とかですね、気になった人たちが、そこを取り囲むと。で、そういうのを見ると、その輪の中で何が起きているかは分からないんだけども、そこで起きたことっていうのを、間接的に知ることができるということになります。じゃあ、ちょっと予定よりだいぶ早くなってしまったんですけども、ちょっとまとめの方ですけども、今日ちょっとお時間いただきまして、行動解析技術についてちょっとご紹介させていただきました。で、冒頭に申しましたとおり、行動解析技術って何ですかっていうと、人を行動で区別していく技術になります。で、行動といってもやっぱりいろんな種類があるということは、ちょっといろいろ、今回ご紹介させていただきましたけども、大きく分けて3つありますと。で、個人の行動で特に動作に着目したものというものです。で、これは、最近のものっていうのは骨格の形状っていうのを分析するというところになります。で、今後のチャレンジとしては骨格情報をどう活用するか解釈するかっていうのが、大事なポイントになるかと思います。試行錯誤も含め、今後やっていかなきゃいけないところではないかなと思います。で、2つ目は、人そのものの動きになりと思っています。で、これ自身は情報として荒いのかもしれないんですけども、人の習慣だとか、そういった大きな資材に立った時の行動っていうのは取れるものになるんじゃないかなと思っております。で、この技術っていうのは、画像解析技術単独で、
良くなっていくというのではなくて、データベースの技術と組み合わせによって、まあ、新しい応用領域っていうのは、まあ広がると思ってます。で、やっぱここのやっぱ肝になっているのは、やっぱ人を追跡する、同じ人であるっていうことをずっと追随するというところになりますので、今、現状、なかなか追跡率を上げていくっていうのは、結構技術的には難しい課題はあるんですけども、まあ、こういったものを取れたときにどんな応用ができるかという観点で考えてみると、まあ、新しい応用っていうのが生まれてくる可能性は大いに秘めている領域じゃないかなと思っております。で、最後はまあ群衆のに着目した、人の塊に着目した分析になります。で、人の集団っていうのは、やっぱこれは、まあ、我々社会に見てるわけなんですので、こういった集団をどう、関係づけていくか、そこから何か運用に至れるかっていうのは、一つ大きなチャレンジ、まだまだ、できることっていうのは多いんじゃないかなと思っております。はい、ちょっと予定よりだいぶちょっと5分ぐらい早かったんですけど、今日のお話はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。それではこれにて国際画像セミナー特別招待講演を終わらせていただきます。西村さんありがとうございました。最後に盛大な拍手で終わりください。お願いいたします。ありがとうございます。